日常演劇時空旅へようこそ。さて本日の空間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちら神戸屋の三味北海道チーズケーキシチューを食べたいと思います。北海道チーズケーキ三味でした。ちょっと言い方間違えましたね。これ確か三味って関東じゃなくて関西ローカルのパンのはずなのに、なんで北海道ってちょっと疑問も浮かんでくるんですが、まあ細かいことは気にしない方がいいですよね。ではあ、ちょっと開けた感じはまだチーズケーキって感じじゃないですね。では中身を拝見しようと思いましたけど、これ確か中身開けようとすると結構手間がかかりますので、もうこのままいきますね。ではいただきます。あれー、チーズって大きく銘打ってる割にはなんかなーって感じの商品ですね。チャンネル登録よろしくお願いします。チーズケーキと名打っている割には、あ、じゃないな、チーズケーキと銘打っている割にはチーズの酸味がいまいちでしたね。決してまずくはないんですけど、あまり通常の酸味との違いが感じられませんね。通常の酸味にも結構酸味があるので、なんかシャレみたいになってますけど、それとあまり違いを感じられないのは、銘打ってるというの点を考えると残念でしたね。なのでこちらの点数とさせていただきます。無難すぎるような気がするんだよな、いまいち。それでは超見るの少女は何をするまでぞ。なんだこのむちゃくちゃな俳句、もう俳句になってないですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。